メイケルの和也です。今回は農業業界を紹介していきます。農業業界と思う方もいるかもしれませんが、古くからある一次産業でありながら、実はスマート農業という AI やドローン、ロボット、IoT などの最先端技術が活用されている業界なんですね。実際にパナソニック、NEC、富士通や NTT、KDDI、ソフトバンクなどエレクトロニクスや通信関連の企業のような異業種の参入が増えてきていて、ビジネスチャンスも広がっているのが面白いです。最近では70代の農家の方がドローンを駆使していたり、タブレットやスマホで管理していたりするぐらい IT 化が進んでる領域になってるんですね。肉体労働がどんどん減っていき、スマホ一つで日々の管理から収穫まで仕事が終わっているような未来も近いかもしれません。今回は国にとって重要な産業でありながら、農業就業人口が減少している業界全体の課題と、それを解決するための新しい動きを紹介していきます。それではまず業界の動向を見た後に各社の動きを比較してみていきましょう。農業業界は農業生産はもちろん、それを支える様々な企業や団体、例えば JA や種苗肥料、農薬、農業機械から流通や販売、金融事業によって成り立っています。国内の農業産出額を見てみると、全体的に下落傾向が続いています。2014年以降は少し持ち直していましたが、2018年には3年続いた増加がストップして、前年比 2.4% 減となっているんですね。さらに2019年以降も多くの大雨、台風などの自然災害に見舞われたことや、最近の新型コロナウイルスの業務用の出荷の減少が影響して厳しい状況が続いています。また業界の大きな課題として、農業従事者の減少があるんですが、農業経営体の総数は2000年には約234万でしたが、2017年には125万人まで減ってしまっていて、この20年弱で約半減しているんですね。親の農業を子供が継がなくなっているのが要因の一つになっていて、農家の高齢化も進んでいます。ここまでかなりネガティブなことを書いてきましたが、食料自給率がカロリーベースでは4割を下回ってしまっていたり、新型コロナの流行によって自国内で食料を安全確保する重要性が再認識されたことで、国を挙げてこの問題に対策を打とうとしているんですね。政府や地方自治体は農業から離れることを防ぐために補助金を創設して支援していたり、海外の輸出をサポートする取り組みに加えて、特に力を入れているのがスマート農業なんです。生育状態の確認や農薬肥料の散布をドローンで行ったり、収穫や運搬、水やりをロボットによって自動化していこうとしていて、最終的には農業が肉体労働からパソコンやスマホなどのデバイスで管理するようなビジネスに変わっていこうとしているんです。大手農機メーカーからベンチャーまで様々な企業が取り組んでいて、例えばパナソニックがクラウド型農業管理システムを出していたり、富士通も食農クラウドを出しています。また農業に関わる全てに情報通信技術を生かそうとしていて、 NTT や KDDI、ソフトバンクなども参入しているんですね。矢野経済研究所によると、企業の農業参入は増加傾向で、18年度の異業種参入市場の農業ビジネス市場は697億円と前年度比8%増えたそうです。今後も様々な企業が参入し、業界の様相が変わっていくかもしれないので、動向をチェックしておきましょう。続いてコロナの影響を見ていきます。業務用の需要減少により苦しい状況にある農家も多く、コロナの影響で全国の小中学校で休校が続き、給食向けの野菜や牛乳などを生産する農家が打撃を受けていたことはニュースにもなっていましたよね。政府も経営継続補助金は出してはいるものの、このような農家の苦しい状況がそれを取り囲む様々な業種に与える影響はまだ見通しが立たない部分もありそうです。ただ先ほども紹介したように、自国内で食料を安全確保する重要性が再認識されたことで、本気でこの問題に向けて対策を打とうとしているということだけ押さえておきましょう。ここからは国内各社を比較してみていきます。まず大きな前提として、農業は大規模化が進んでいます。先ほども言った通り、個人農家はここ20年ほどで半減しているんですが、一方で法人経営体の数は約5000から2万程度まで4倍に増えてるんですね。大規模化することでスケールメリットが得られることもあって、現状は大規模と中規模の経営体で8割、10年後には全体の数パーセントの大規模経営体だけで売上全体の7割近くを占めるとも言われています。そんなトレンドを踏まえつつ、まずは JA から見ていきましょう。現状の業界の中核を担っているのが、農業者によって組織された協同組合である JA グループです。正組合員は424万人、準組合員は624万人もいる、かなり大規模な組織なんですね。グループの中で農家を保障する目的の共済事業を担う JA 共済は、経常収益6兆6353億円で、購買や販売など経済事業を担う JA 全農は事業収益6兆1985億円に上ります。これは売上高で見ると東京電力や日本製鉄に匹敵する規模感なんですよね。また組合員の貯金を原資にした信用事業を行う農林中金も、経常収益1兆5445億円と、こちらも大きな収益があって影響力
が大きいので後ほど紹介していきますね。次に農機業界を見てみると、業界トップは久保田でヤンマー、遺跡農機が続きます。農薬業界は業界トップの住友化学が頭一つ抜けていますね。飼料業界は業界トップは三井物産系のフィードワンで、中部飼料、日本農産工業が続きます。今回は種苗や農薬飼料などの売上が比較すると大きくないので、売上規模が大きい JA グループと農機メーカー大手の久保田とヤンマーを見ていきます。 JA は農業協同組合の英語表記のジャパンアグリカルチャルコーポレイティブズの頭文字を取ったものです。協同組合とは同じ目的を持った個人が集まってお互いに助け合う組織のことで、株式会社とは違います。 JA はかなり巨大な組織なのでしっかりと説明していきますね。 JA の組織を見てみると、様々な連合会によって構成されているので、今回は中でも特に影響が大きい JA 全農、 JA 共済、農林中期の役割を簡単に見ていきますね。まず JA 全農は主に農家の生産した農畜産物を販売する販売事業と、農家に必要な資材を供給する購買事業を行っていて、取扱い高を見てみると約 4.6 兆円で、これは世界労働組合において農業と職人産業部門でトップの規模感です。事業別に見ると、野菜や果物を扱う園芸事業が最も大きく、畜産事業、エネルギー事業を含む生活関連事業、肥料、農薬、農機などを扱う営業生産資材事業、米国農産事業を続いています。次に JA 共済は、組合員の生活を取り巻く様々なリスクに備える人、家、車の総合保障を提供しています。総資産約58兆円、保有契約高約252兆円と、世界有数の事業規模を持つ金融機関なんですね。共済とは簡単に言うと保険みたいなものなんですが、様々なリスクに対して組合員があらかじめ一定の共済掛け金を出すことで、事故などがあった場合に共済金が支払われるという仕組みを提供しています。契約件数別に見ると、人の生命保険が2163万件でトップで、家、車が続いています。農林中金は組合員の貯金を原資にした信用事業を行っています。ビジネスモデルとしては、食農ビジネス、リテールビジネス、投資ビジネスの3本柱になっています。食農ビジネスは農林水産業の成長産業化を実現するため、2016年に新たに事業の柱に加えられました。生産から加工、流通、輸出などの食農バリューチェーンを構成している人たちに対して、融資や出資といった資金提供はもちろん、機内消費拡大に向けたサポートや、日本農業経営大学校の支援を通じた担い手の育成、農業法人等への経営コンサルティングなど幅広く取り組んでいます。リテールビジネスでは、農業分野で JA バンク、水産分野として JA フマリンバンクとして、地域ごとのニーズにきめ細やかに対応しながら金融事業を展開しています。 JA バンクは国内総店舗数2位で、個人貯金シェアもゆうちょと新規に続く3位になっています。すごい規模ですよね。また農業関連融資は合計 2.5 兆円と、国内の農業関連融資総額 4.6 兆円の5割以上を占めていて、かなり規模が大きいです。投資ビジネスでは JA バンク、 JA フマリンバンクの資金を運用していて、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールなどの海外拠点を活用して、国際的に分散して投資を行い、中長期的に安定的な収益を追求しています。海外拠点があるというのが意外ですよね。少し長くなりましたが、かなり規模感が大きいので、ざっくりとした説明になりました。興味がある方は調べてみてください。続いて農機メーカー国内トップの久保田を見ていきます。大阪に本社を置く久保田は1890年に鋳物屋として創業し、かなり歴史のある企業なんです。久保田の売上の内訳を見てみると、農業機械が 80% 以上と大きな割合を占めていて、売上は右肩上がりで伸びています。地域別の売上を見てみると、北米が最も多く 33%、 日本が 31% です。海外比率は約 67% です。機械部門の海外売上高比率が8割近くになっていて、かなり大きいですよね。主要製品はトラクターやコンバイン、田植え機などで、特に北米や対日本で高収益を維持しています。トラクターは累計で400万台以上販売されているというのがすごいですよね。コンバインも日本の米作りで磨き上げた技術力が評価され、アジアナンバーワンです。水環境部門を見てみると、久保田の創業ですが、今売上が2割程度になっています。主要製品はダクタイル鉄管やプラスチックパイプ、ポンプやバルブなどで、海外比率は 18% 程度と、国内がメインの市場です。今後に関しては、日本では高齢化、人手不足の課題に対してスマート事業を推し進め、北米やタイではさらなるシェア拡大を、インドやアセン、アフリカ、中南米などで市場の拡大を狙っています。ヤンマーは久保田と同じく大阪本社の企業で、農機メーカー国内2位です。名前の由来は、大阪の特徴であるトンボ、その中の王様であるオニヤンマから来ているのも面白いですよね。1910年に山岡発動機工作所として創業し、当初はガス発動機を販売していましたが、このルーツは今でも受け継がれていて、ヤンマーは農機の他にもエンジンに強みを持っているんです。売上は直近右肩上がりで伸ばしていて、内訳を見てみると、産業用機械事業は 56.9%、 内燃機関および関連機器事業は 41.6% となっていて、農機などの産業機械に引けを取らないレベルの売上を上げているんですね。また地域別の売上比率を見てみると、海外売上比率が5割以上を占めていて、久保田同様海外での存在感が大きくなっています。ヤンマーは農機などを扱うアグリ事業の他にも、船に搭載するディーゼルエンジンや小型
型漁船、活魚水槽などを扱うマリン事業、小型建設機器を扱う電気事業など幅広く事業を展開しています。スマート農業に対しても力を入れていて、自動運転技術、スマートパイロットを用いて田植えを自動化するなど効率化を実現しているんです。先進的ですよね。それでは最後に採用を見ていきます。 JA に関する情報は開示されていなかったので、ヤンマーとクボタで比較していくと、平均年収はヤンマーの方が高く、採用人数はクボタの方が多いです。2社の求める人材を見ていくと、クボタはチャレンジし続け、誠実さと粘り強さを兼ね備え、多様性を尊重する人材。ヤンマーはお客様の課題解決のため、チャレンジ精神、バイタリティ、チームワークを発揮できる人です。皆さん、農業業界について分かりましたか？メイキャリーではこれからも就活生のためになるような企業研究、業界研究、 OB 訪問、企業見学などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。カズヤとコラボしたい、カズヤに会いたいという企業の方は、概要欄のメイキャリー説明ページか、こちらのメールアドレスからお問い合わせいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。